プロドゥア・ビバは、マレーシアの自動車メーカー、プロドゥアによって製造されていた小型ハッチバック車である。2007年5月10日に、同社のクリサの後継車として発売。当初は、カンチルの後継車としての役割も担う計画であったが、カンチルについては、ビバ発売後もしばらく生産が継続された。6代目、ダイハツミラをベースに開発され、前後のデザインは大幅に変更された。 また、ミラーと比較すると、全長、全高ともに増加している。サスペンションは全部にマクファーソンストラット、式サスペンションが、後部にトーションビーム式サスペンションが採用された。エンジンは、水冷直列3気筒 DOHC、DVVT の 659ccEF、V 型 847ccED、V 型 989ccEJ。 VE 型の3種が搭載され、5速マニュアルトランスミッション、または4速オートマチックトランスミッションが組み合わせられる。また、パワーステアリングについては1リットルエンジン搭載車にのみ、装備された。2009年7月23日、ラインアップの変更が行われ、再廉価グレードの 660BX と最上位グレードのエリートシリーズが追加された。 660BX は同年7月20日に生産が終了したカンチルの光景を担う。一方、エリートはノーマルのビバとは異なるフロントマスクが与えられ、内外装に高級感を持たせている。2014年9月をもって販売終了。実質的な後継車種はアジアとなる。ありがとうございます。